はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンションを見てこう。ん、アイラのところに友達マークが。しかし喧嘩な予感がする。あれ、ラブラブやん。ラブラブってことはあれよね、別れることもないよね、きっと。特殊な格好の二人やけど。私のそっくりさん3週間ぶりですね。お久しぶり。ユータとペッカなら喧嘩もしたままです。なるほどね。うん、仲直りさせようか、それは。ほいほい。めっちゃ怒っとるけど、それ抑えれる？それ大丈夫？全然収まりそうになくない？え、いけるんすか？ん？大丈夫？え？いや、全然ダメやん。全然ダメやん。しっかりしてやゆな。より一層仲悪くなったんじゃないの？君まで落ち込んでどうする。仲直りさせることはできませんでした。そういうこともあるよ。明日できることは明日やりましょう。明日できる、でも今日できるかもしれんやん。今日できることは今日やった方がいいんじゃないでしょうか。いただきます。ほい。どうだい？まあまあ美味しかった。うんうん。てか夫婦でおったんやったらさ、夫婦で止めに行ったら大丈夫やったんやねん。なんかもうすごい無気力な感じになっとるけど大丈夫？そしてユートさんが喧嘩をしている。誰と相手は？うわわ。どうした？めっちゃ興奮しとるやん。子犬と喧嘩しました。ほうほう、子犬さん、あらたします。それは仲直りしよう。このとりあえずラーメン食べて宇宙に飛んでいこうか。宇宙に飛んでいこうか。ラーメン、ラーメン、こっちか。さあ、はい、どうぞ。いただきます。とりあえずこれでゆうとさんの機嫌は治るわけやん。小夢さんはどうだ。あ、ゆうとさんそろそろ結婚しない？アダムスさんと。え、もう結構長いんじゃないの二人。うまーい、行ってくるよ。うまーい。はい、来たー。さあ、これで超ご機嫌なはずやろ、今。ルンルン。好物にね、お刺身とかカニが入ってきてるのに、超大好物はラーメンっていう。仲直りさせてこようと思います。めっちゃ庶民的な感じ、いいと思う。さあ、仲直りできるだろうか。どうや。この間はごめんなさい。何があったのかは知らないけれど。え、どうなの。こちらこそごめんなさい。よかった。よし、ちゃんと仲直りできたね、ここは。うまくいきました。ありがとうございます。お、レベルアップー。もうちょっとレベル20や。はい、それじゃあ道具で。Wii U。はい、どうぞ。道具、Wii U をプレゼントしました。お礼にこれをあげます。なんでしょう。受注品、風邪薬をもらいました。ありがとう。もうめっちゃ満腹やね、ラーメンで。そっちの世界の僕も、淡々と喋るのでしょうか。どうなんやろ。そんなことはないんじゃないかな、多分。ツイッターの文字でしか見たことはないけれど。あ、そういえばちょっと待って。アダムスさんとの関係はどうなんですか？おはようございます。超好き。え、いいんじゃない？超好き。もうそのまんま、超好きなまんま結婚まで行っちゃえよ。お、誰？リボちゃん！リボちゃんもなんか結構、誰かを好きになってるイメージがあるんだけど、今回は誰ですか？実は誰だい？実は私、ユウトも、ハルシロも好きなんです。ハルシロさんは相手おったんかな、今。いいでしょうか？ユウトさんは今見てきたばっかりやけんねん。
春城さん、でも誰かおったような気がしなくもない。当たって砕けてこようか。どんな感じで告白したらいいですか？可愛く、偉そうに、偉そうに。当たって砕けるかもしれんというのに偉そうに。公園で。その前に着替えた方がいいですかね。そのまんまでいいと思うよ。わかりました。十分可愛い格好してるから。では、勇気も出して告白してきます。いってらっしゃい。春潮さん、相手誰やったっけな。ん？あ、来たね、ちゃんと。付き合ってください。ぶったら後悔しますよ。どういう風に後悔するんかが気になる。ちょっと待った。お？誰か来た。え？マジで？めっちゃ走り寄るし。あんなとこに階段あるんよね。本当にあなたの好きなのは、私です。いや、私の方が、あなたのことも好きに決まってます。モテモテだな、春城さん。春城、どっちも選ぶんですか？ずっと腕組んどる。お、もしや相手おらん？どっちもごめんなさい。ああ、ですよね。ちょっと間がびっくりしたわ。多分誰かとラブラブやったような気がするんよね。誰だったかはちょっと忘れてしまったけれど。どう？リベンジは行く？残念な結果に終わりました。しょうがないよ。そういうこともあるよ。振られちゃいました。ああ、リベンジはなしだね。まあまあ、ほら、牛乳でも飲んで、さっぱりとね。いただきます。お腹を壊す可能性もあるけれど。まあまあ、美味しかった。よかったよかった。さあ、あとの人は、ハートマークは出てこないか。くそ。くそ。で、さっきのさ、春城さん。春城さんどのあたりやった？あ、おった。マリンさんや。マリンさんや、春城さんは。なるほどね。あれ、マリンさんってこんな髪色やったっけ？わぁ、お久しぶりです。なんかもうちょっと青くなかった？紫やんね、これ。あれ、私染め直したかな？暑すぎて、息もするのも面倒です。それめんどくさがったら死ぬよ。よろしくないよ。暑すぎて。コーヒーでも。いただきます。アイスコーヒーと思って。いや、でもめっちゃ湯気出よるな。ホットやな、これ。ホットやな。暑いと言っているのに。そこにさらに熱いものを足していくスタイル。ほいほい。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。ほら、やっぱりなんか髪色変わった気がする。はい、ちのさん入ります。おはようです。おはようです。新しい帽子が欲しいです。お、変える帽子。通学帽、つば付きニット帽。黄色というちょっと目立つ感じの色やけど。どうですか？結構気に入ったようです。よかったよかった。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。島の住民がもっと増えてほしいって考えています。その方が楽しいです。いやまあね、もう100人とか増やせたら楽しいかもしれんけど、ただできないからね、それが。それはちょっとできないからね。はい、グレープフルーツでも。いただきます。どうぞ、さっぱりさっぱりと。どうすか？結構美味しかったようです。好物、ソーセージ、ホットドッグ、カレーパン。なんか、傾向がちょっと、見えとる感じが。はい、キング、入ります。一緒に遊んでくれますか？遊びましょう、遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタート。
さあ来い。はっきょい。はっきょい。残った。残った。いいね。おめでとうございます。ほいほい。一つだけあげます。どれか選んでください。一番小さいので。お宝 IC チップをもらいました。ありがとう。人生、無駄なことなんてないですよ。すべて大事なこと。はい、グミでもどうぞ。いただきます。どうすか。まあまあ美味しかったようです。お、レベルアップ。グミでレベルアップ。じゃあ服、いや帽子にしようかな。どんな帽子がよろしい？カラフルな帽子。キャスケットかな？はい。今ちょっと個性的な感じやけど。帽子、キャスケットをプレゼントしました。いつもありがとうございます。私からのお返しです。ふいふい。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。いいね。めっちゃなんか、ウキウキして走り回りよった。さあ、それじゃあちょっと、一軒家の方を見ていこうか。もしかしたら子供を欲している夫婦がいるかもと思ったけど、そんなことなかったね。はい、それじゃあ、イッタくんお呼び出しします。布団はどうか。どうした？何があった？アユナのそっくりさんは、どれを信じていますか？ん？最近こういう選択肢が出てくる会話が増えてきたね。UFO、幽霊、雪男、土の子。私、幽霊はおると思う、普通に。実は、僕のおばあちゃんが、幽霊を見たって言ってましたよ。マジで？なんかテレビとかで取り上げてるやつが本物と思っとるかって言われたらそれは違うけど、幽霊自体はおると思っとる。キビキビ動け、と言われても、動けません。まあ、性格とかいろいろあるからね。個性だ、個性。はい、チャーハンどうぞ。いただきます。どうすか。結構がっつり系が好きよね。ハンバーグ、とんかつ、石焼きビビンバ。やっぱ男の子やけんいいかな。はい、それじゃあ、みんなに募金を、募りに、行きます。なんだ？誰だ？キャンディーさん。コインが一人前にできました。コインちゃんはもうほとんどキャンディーさんやね。この子の成長のために旅に立つか、マンションに一人、どちらがこの子のためにな。一人暮らしをさせましょう。でも、マンションに飽きてやらないようです。おしゃれな女の子って感じ。誰かが引っ越すまで少し待つことにします。一人目は小嫁さんにそっくりやったけん、二人目キャンディーさんにそっくり。いいやん、両方。はい、みんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。はい、そして、朝市。おいしい韓国冷麺だよ。はい、10個ほど買っていきます。韓国冷麺が何なんかよくわからんけど。ちょっとよくわからんけど買っていきます。はい、そしてミーニュース見てこう。10時になりました。ミーニュースをお伝えします。はいはい。最近ラーメンを手に持って運動する。ラーメンで体操が。それはラーメンの汁をこぼさないようにとか、そういうラーメンで体操を考案した。そういう感じ。バランス感覚。あ、やっぱりやっぱり。なるほどね。さらにお腹が減ったらラーメンを食べることもできる。確かに一石二鳥ではあるかもしれんけど、太るだけやったらどうしよう。ショックです。なぜショック？ちょっとそれは心配です。おお、はい、何の心配だ。ミーニュース。みんなのコメントがよくわからない。意味深だわ。はい、それじゃあな、誰、どうした？洋平さん何かあった？紹介会？
そこに期待。おはようございます。おはようございます。ハートに恋人がいたら、おお、親友に紹介いいね。うんうん、港くっつけるのはどう思いますか？いいと思うよ。カートくんね、一時なんかめっちゃ紹介されよってけど、最近やないもんね、そういう話。よしよし。とりあえず出だしはいい感じ。そして派手髪の二人。黄色とピンク。第一印象は良さげやね。楽しそう。いいと思う。でも私いつも思うけど、その距離感で話すのって難しいよね。絶対二人で馬車に乗った方がいいと思うよ。あ、楽しそうやん。え、いいんじゃないでしょうか？この二人。ね、可愛い系の二人やし。なんか最後ちょっと微妙で友達からかな。そこまでウキウキしとる感じでもなかったけど、最後。友達からやね、これは。楽しそうやったけどな。合わなかったみたい。マジで合わんかったん？友達からですらなかった。何二人とも。ちょっと、上辺だけいい感じにしただけ。怖い。怖いよ、二人とも。ちょっと愛想笑いとかやったんかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なかなかみんなの恋がうまくいかないな。なんか友人からの紹介とかってうまくいきやすいって現実では聞くけどね。よくないんか。